3年ぶりにこのまた子どもたちと直接に触れ合う機会を与えていただいて本当に感謝いたしております。この3年間自分のソロの活動も含めてやっぱりこの経験というのはとても有意義だったので、今日はとても2日間で4校になりましたけれども、また新しい音楽の演奏する楽しみがまた湧き上がってきて、とても幸せでいっぱいです。私も3年ぶりに、学校をいろいろ回ってみて、しばらくちょっと本番があまりなかったので、ちょっと感覚的に初心者に戻ったような感じもあったんですけれども、やっぱり現場現場でこう子どもたちと触れ合っているうちに、こういうふうに楽しいんだったなっていうふうにいろいろ思い出せて、また成長できたかなと思った4公演でした。今回は2人でっていうことで、半分半分でいいんだろうなと思って、ちょっと楽かななんて思った最初の時期しかそれはなくて、やっぱり45分のプログラムをどのようにこう2人で、絡み合いながら進めていくっていうことは、やるとやりしだい、やっていくにつれて難しさ、新たな難しさがどんどん出てきて、もうとても楽しかった。そうですね。なんか私が考えていたものと近藤さんが考えていたものを、最初はちょっとなんかそれぞれにこう2公演みたいな感じだったんですけども、いろいろこうああでもないこうでもない、いろいろ考えたりご意見いただいたりして、うまくこう最後に向けて一つの大きな流れが作れたなっていう感じがあって、すごく楽しかった。今回の、お出かけあるようで一番やっぱり評判が良かった曲も含めて、あと新しい曲も、2人で、楽しくお届けできると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしてお越しください。普段は学校限定なので、一般の方にこのお出かけアリオスの楽しいところとかなかなか味わっていただけないんですけれども、ガラコンサートはそれを一般の方にも味わっていただける場ということで、今回のこの公演での感動をちょっとアリオスの音楽ショーホールでも再現できればなと思っておりますので、お楽しみに。